見違えました。私は何にも変わっていないのに。私はハンターの仕事をするには臆病すぎるみたいです。本当なら A 級や B 級、せめて C 級レイドに参加するべきなのに。そこでジヌさんと知り合って、気づけばいつも手当てをしていたような気がします。必ず生き抜く人でした。生命力みなぎるあの強い眼差しを。一緒に食事に行く約束でしたよね。引退することにしました。実家に帰ります。もし近くに寄られることがあったら連絡してください。その時にもう一度食事に誘います。